ありがとうございます。ご注文ありがとうございます。はい、どうも。こんにちは、つきです。今日ちょっとビジュアルが悪いのはスルーでお願いします。スキヤとチーカーのコラボが始まったのでウサギを迎えに来ました。スキヤ来るの何気に久しぶりで、いつぶりだろうって感じです。今回のコラボチーカーグッズはですね、全部で5種類あるんですけど、それぞれ何かしらの牛丼とコラボしてて、チーカーはノーマル牛丼、8割はネギ玉牛丼みたいな感じでコラボしてるんですけど、なんとウサギがですねチー牛とコラボしておりまして、もう私はスキヤに来たらチー牛しか食べない女なので、これはゲットするしかないということでやってまいりました。この戦いはウサギが出るまで終わらないので、一発出てくれると本当に助かりますね。手で探っても中身は変わらないので開けます。ウサギが出るのを一緒に祈ってください。それでは行きます。じゃん、8割の呪いです。チーカーのランダム系のグッズだとほぼほぼ毎回8割先生とご対面しているわけですが、まあ8割に罪はもちろんないので、8割好きないとこの元に行ってもらおうと思います。で、私は今8割の呪いから解放されるべく、今日買ったチーカーフィギュアの開封をしております。これは4分の2がウサギなのでね、ちょっと頭が見えちゃったんですが、ウサギでした。嬉しそうですね。いただきます。正直一発でウサギが出る気がしなかったので、もう最初から2杯行くつもりでお子様牛丼を頼もうと思ってたんですけど、でもやっぱりチーズ牛丼食べておきたいなということで、あのミニサイズなんですけど1杯目はチーズ牛丼にしました。普段はこれに豚汁をつけるのが好きです。というかそもそも好き好きセットをこのコラボで初めて知りました。皆さんはご存知でしたか？なんか初日から結構売り切れ出てたみたいで、ゲットできるかちょっと不安だったんですけど、チーカーグッズは無事にゲットできました。でも逆になんかこのスキスキセットにリンゴがついてくるんですけど、リンゴが品切れでないですけど大丈夫ですかって聞かれました。まあリンゴ目当てで来てないので全然問題ないですね。なんか最近チーカー疲れって言葉が誕生しちゃうくらいにはチーカーグッズを手に入れるのが難しくなっておりましてですね、今日も池袋でチーカーのポップアップストアが始まったらしいんですけど、なんかもう早朝から長蛇の列だったらしくて、私も最近発売された新商品が手に入らなかったりで、結構コレクター気質なところがあるんですけど、なんか一個手に入らなくなっちゃうともういいやってなっちゃうとこがあって、まだそこまでは来てないんですけど、なんかあまりにも欲しいものが手に入らないので、最近若干チーカー熱が冷めつつありますね。まあそんなこと言いつつ、今日家を出たのもチーカーグッズ買いに行くためなので、熱が冷めるってなんだろうって感じなんですけどね。とりあえずもう一杯行きたいので急いでこのチーズ牛丼をかき込みます。ご注文ありがとうございます。2杯目が来る前に今日の戦利品をご紹介いたしますね。じゃじゃん、ずっと欲しかったウサギのカードホルダーです。満足げですね。このウサギのカードホルダー発売されてすぐに売り切れちゃって手に入らなくてめっちゃ後悔してたんですけど、今日再入荷情報を聞きつけて急いで名古屋のパルコに行ってきました。あ、お子様牛丼にチーズかけてもらいました。とりあえず
開けますかね。ちょっと顔が怖いですね。行きます。はい、さすがにもう食べきれないので今日のところは撤退です。ありがとうございました。チーカーのってまだ残ってますか？あ、チーカーあります。大丈夫です。でも今カットできないので、なんかジュースとおもちゃだけ。あ、大丈夫です。はい、お子様牛丼を3つで3つ、はい、で全部好き好きセットでお願いします。帰宅しました。開封します。さっきスキヤでハチワレとモモンガゲットしたので、ウサギとチェイカーとクリマンジュ1個ずつ出ますように。でももうそんな贅沢言わない。ウサギが出たらいいので開けます。ハチワレの呪いからだけは解かれないといけないから。1個目いきます。なあ、出てあ、もう終わりでいいや一応残りも開けますね。あー、もう満足ですわあー、出た出た、よかった。動画的には面白くないけど私の心がハッピーなので OK です次、じゃん。あー、おい、クリマンジュ先輩、え、これ追加は出たらコンプなんですけどお願いします。じゃあラスト。あー、ドキドキしてきた。いきます。せーの、じゃん。ありがとうございます本当に8割の比率どうなってんですかね。ということで動画最後まで見ていただいてありがとうございましたバイバーイ。